はい、携帯天皇のことで、携帯天皇がね、はい、その葛葉の宮を作るときに、はい、あの駿河の方からこう船で大津の方まで出て、船っていうよりもまあいかだやと思うんで、はいはい、それであの下ってきて、そこから人は大津から京都を通って淀川葛葉のいたと、うん、しかし宇治川はものすごくあの急峻な流れやから、そんなとこ人が乗ってたらね、うん、あかんから物をねそのいかだに乗せて、うん、で淀川へ入れたということが頭にね入ってあるからね、そうしたらあの今その出てきたんだけどね、安曇野町か、今名前変わったけどね、そこにの新聞でその、なんていうのか、伊賀田氏の一族がね、はい、昔からいたわけや。あでその阿戸川町ね、阿戸川のその沿線にあの呼んだ名前の神社がものすごくあんねんわ、十何箇所、はい、それは皆その昔の伊賀田氏の一族を祀ってる安全に行くために、その阿戸川 の神社の名前はその岩がこう出たり入ったりしてるから、そういうようなとこね、今その地図がねもろてんけどね、分からん、すぐ分からんねんけどね、それがこう出てきてね、そこから私パンとね思ったんは、その携帯店のがこっちへ来るときに、その阿戸川の、阿戸川使ってきた阿戸川のね、はい、その伊賀田氏の一族がね、そういう協力したってこと、協力したと思って、あ、なるほど、内側から流すときに物をね、人は、流すときにね、それからかなりそういうな都づくりに、その阿戸川の、伊賀田氏の一族がね関係してるやろと思ってね、そういうようなことをピンと、来たんでね、この番敏子さんにもねそういうようなことをね書いてね、書いて手紙に送ってたんけどね、まあ、携帯店の小さい頃には阿戸川の近く の滋賀県のところで生まれたしね、生まれてね、うん、で幼い頃にお父さんが亡くなったので、携帯天皇は越前の方のお母さんの里の方に帰られて、うん、そして豪族になられたわけですね。だから結局あの阿戸川のあたりは勢力圏の人たちが住んでたいことですよね。昔からそういう切り出したりしてでやんなんから、その伊賀田氏が活躍しとったから、それを祀る神社があちこちにあってもね、はい、当時やね、それは地図の上でよくあんねんわ、そういうことから、そういうやはりその伊賀田氏がその携帯天皇の葛葉の作りには、はい、かなり進出してくるときには力になりよったんと違うかなとふと思って、それでね今そんな資料を集めたりしてんだけどね、あ、品川さんも来て、品川坊さんにもこんな、品川さんも来られました、いやここで話してたらね、こういう当人と仁徳に隠された怪人族の真相、番敏子さん、それ今天部ですね、天部一さん、単語でねそんな本研究所やってはんね、その女性がそんなやらね、でこれはあんたに言うたら、俺がこんなとこいたことないけど、これは向こうから田辺来たんやろか、こんな名刺が出てきた。誰です？田代？看護屋姫のさ、書いてあるやろ？小野の小町。あ、それ小野の小町。小野の小町です、ね。看護屋姫違うね。これが、これ看護屋姫ですね。それかぐや姫と王権神話。これ小野の小町で、俺が議会にいた時にこれ視察に来たやつやな、小野の小町の、かぐや姫と王権神話、竹取物語、天皇火山神話というの書いてますね。で徐福の資料もなんか見つけていただいて、うん、あと竹取物語の大塚、いやこの本は知らないな、いやこの前ね、うん、以前に博物館に来ていただいた方がね、もう一度また来られてね、うん、で、コミックアニメ漫画のコミックのね、うん、本が出されてましてね、うん、でその中にね、あれ、うん、2009年か10年ぐらいでしたかね、うん、もうすでに京田辺がね、かぐや姫の里屋ということをね、コミックの、コマーシャルで、あ、それ持ってくの忘れたな、今日持ってこう思って、すでに出てるんですよ、うんうんうん、京田辺が竹取物語の誕生した場所やと、うん、コミック雑誌でね、ただし竹取物語とかかぐや姫とか一切書いてないんですよ、とんでもない題名なんですよ、ほうほうほう、だから誰も気づかなかった、うん、すでに書いてるんですよ、もう高領地は言われてた頃にはすでにもうね、うん、コミック雑誌ではね、うん、
あれどこだったかな、なんか有名な出版社ですよ、本が出てるんです、うん、でもあれでは気づかないですね、うん、でまあその人は、まあ、あのコミックのその、 あの漫画を描いてる作家ですから、うんうん、その物語自体がどういうものなのかはその分からないと思うんですけど、うんうん、面白いんですねそれ見てると。でも一番トップバッターでね、京田辺やと出てくるんですよ、うんうんうん、で神奈山と月読神社もそこで出てくるんですよ、うんうん、でそれ以降はねちょっとまあ説が違うから、うん、まだ我々が竹取物語の、うん、そのいうことをあからさまには言ってない時代だったんでね、うんうん、京都市会では発表してたんですけど、うん、あとはちょっとおかしいなというところあるんですけど、すでにもう京田辺がそのかぐやみの里だとこんなんじゃね、いうことをもう出しておられてね、うん、いやこんなんではない、これはね映画ができた時の、あ、多分あれは誰も気づかなかったんじゃないかなと思うんですね、うんうんうん、でそこにね面白いことが書かれてましてね、うん、まだ私も理解できない内容のものがあるので、うんうん、もう少し分析してから出ないと、うん、表に出せないなと、まあ、思ってるんですけどね、だからこの古代のそのかぐや姫の物語というのは、うん、これねあのとんでもないね、歴史物語なんですね、うん、で物語というんですけど、その物語の背景には、うん、真実の歴史がね、うん、書かれてるんですね、うんうん、物語には。ですから日本の歴史、世界の歴史まで、うん、この竹取物語を深く読むことによって、うん、分かる。で作者は、まあ、神戸大師空海であろうと、うん、いうことが分かってきましたので、うん、空海はイスラエルのレビ族で神事をする人たちですね、うんうん、でイスラエルの十二支族の人たちがもうはるか紀元前の頃にですね、徐福を通じて日本へやってきてるんですね、うん、でこれは日本の古事記日本書に載ってないんですけど、いろんなことで類推してみるとまさしくもう来てたと、うん、いうことは。ただ我々の学んだ歴史は朝鮮半島から歴史が全てやってきたと、あ、そうや、そういうように受けましたね、うん、ところが私も朝鮮半島もう4回5回行って、うん、本当にこっから来てるのかなという疑問を持ったわけです、うん、でその結果、いや大陸からやってきた、うん、朝鮮半島を通じて、うん、でむしろ徐福のように中国から直接日本列島にですね、うん、来ていた、うん、これは紀元前の250、60年、すでにもう中国の記録に載ってるんですね、うん、で渡来してきたというのが、うん、その我々学んだ歴史なんですが、先ほどの竹内文書を見てますと逆なんですね。日本から出かけていってスメラミコトが五色人と一緒に、で、あのシュメールとかああいうところの6000年か7000年頃に向こう行ってですね、文化を広めた。日本の階段ピラミッドもあったわけですし、それらの人たちが行って、だからエジプトの階段ピラミッドも日本人が作った、うん、シュメール文化も日本人が作ってですね、うん、その後1500年から2000年頃にもう木とか全部切り倒して砂漠化してしまったので、うん、世界にまた散らばった、うん、それら日本から行った人たちが里帰りしてきた、うん、ということが分かってきたんです。里帰りなんです。だから捉えじゃないんです。日本が世界の中心だということが竹取物語に書いてあるんです、うんうんうん。事実縄文時代を調べると青森の三内丸山遺跡なんかでもすでにもうその定住生活でですね、栗とかを作って栽培をしていたわけですよ。だからそこにヒエログリフというような岩骨文字、岩に書いた文字がですね日本各地で見つかってるんです。でそれは神代文字であって古代文字やということが分かったんです。今もネットの世界でみんな調べ出しました。これは古事記日本書紀に書いてないことが全部書いてあるんです、これを分析すると。だから古事記日本書紀はもう疑問書だということがもう確定になったんです。ですから竹内文書が正当であると。でその竹内文書の中にムー大陸が出てくるんです。ムー大陸ってことですかね、太平洋のあの中にですね大きい大陸があった。はあ、だから今太平洋にあるあのハワイとかサモアとか、うんうん、それからなんかいろんな島がありますね、うん、あれはその当時の残りかその上の部分、うん、あ、山の上の部分だけが残った。つまりなんかあると、まあ、これわからないんですけど100メーターほどですね、
昔は海底が海底に地上であったと、それがムー大陸によるとある日突然、まあ、突然なのか長いことかかってですね沈没したということを書いてあるんです、ムー大陸には。でこれ学研 の、 あの飛鳥さんなんかが出しておられる学研のムーという雑誌ございますでしょ、その中にもあのそういうことをおっしゃっておられるし、でそのその辺りに住んでる人たちも日本人と同じ和族なんです。縄文時代のあるいは弥生時代の生活を未だにしてる島があるんです、でしかも精霊信仰なんですよ、精霊信仰というのは日本なんですね、日本人と同じ人たちがたくさんいらっしゃるんです。だからあの辺の島へ行くとですね、あの第二次世界大戦で日本が、今まで西洋が統治していた島国の人たちがですね、日本人が来ていただいたので植民地化されてた島がですねなくなった。だから日本人に感謝しておられるんですね。でそれプラス日本の歌をご存知なんですよ。童謡唱歌言ったら歌ってくれるんですよ。だそれね、日本人が、ま、あの戦争に行った時にその日本人が伝えたのかなと私思ってたんですけど、そう思ってるわな。ところはそうじゃないやないかなと。昔の古い時代から日本人がすでにもうあの奄美とか沖縄あたりまで、そのムー大陸があったらしいんですよ。だから行っていた、もうカヌーで気軽に行けてたらしいんですね。だからそれらの人たちが行ってたから、そういう日本の童謡唱歌を知ってた。だから日本語も喋れる人がたくさんいらっしゃるんですよ。だからこれはねおかしいなと思ってたら、ムー大陸があったということになればですね、竹内文書に書いてるように同じ民族だったわけですね。だからこの太平洋のこの辺り一帯はですね、我々日本人と同じですね民族がね住んでいた、縄文時代に、いうことが分かったんですね。はあ、これもう大変なことなんですわ。これ今ネットで発信してるんですけど、いろんな人たちもあの同調していただいて、もうこれ間違いないんじゃないかなと。それらを全部世界の人たちは案外知ってるんですね。でも世界と知ってるから、日本が世界の中心でしたんですよと日本人に言われても誰も気づかない、そういうことが起こってるんじゃないかなと、いうことで ね、日本人もっと誇りを持たないんですね。それから、ね、京都から富士山が見える中、こういう京都から富士山が写真写した人があるのかな、やっぱり見えねえわ。それからあなたの言ってるあのここからその富士山っていうのもね、はあ、もっとそういう建物やない空気のない時に知ってた山からそんなあったのかんでいや、あの大津に富士見台ってありますでしょ、まあね、富士見台って富士見台のあちこちに そういうのあそこからなんか富士山が、あの今はねもう汚染されて空気がね、見えなくなったんだけど、あこっちが半分あらへんねんけど、これ どっから京都のどっから富士山見えるんですか、ね、どっか書いてあるんだけどね、それ見た人がこの日の新聞や、かなり昔ですわ ね、これ平成24年の9月ですか。こんなそれとこんな雑誌これえ出てきてんけど、あんた見たか、これどっちどこやったかな、これサライかいね、町の至る所に竹林が青々と茂り、竹取物語を連想させる地名が残ると。あこれなんかあの料理かなんかのそういう雑誌の中で、あの維新っていうと俺も一品だけど、そうですね、京田辺通ったら閉まったと思う、京田辺にその竹取の御膳かなんかそういう料理を作っておられるところがあるという紹介ですね。そうそう、あの田原智美の写真、あの、はい、あの向かい側のあのあれ熊のビル言ってたその1階や、広いとこな、それ京田辺市河原、これ食殿っていうんですか、あそう食殿でね、に、レインボービル1階に維新、っていう料理があって、維新と料理さんがあって、芸術コマ会のメンバーと使命会がなった時に言うとこやったけどね、ここどないなったのな、風船が通ったら閉まったと。竹の材料のようなイメージのこのお皿を使っておられるんですね、使っとってな、で竹のこの葉っぱですかね、それをに上に料理を作ってですね、それからもう一つは、お月さんの
この半月の、うん、あ器でやってんね。あこれ、いやそれ見たかな。それね料理屋、そこに、もう行ったことは1回だけあんねん。あそうなん、うん、へえ。それでね、そんなはちょっと聞いたことあるんですけどね。聞いたらね、うん、そこに出たかもわからんけど、ね、あいや私もこれあれ山本の駅の駅碑も載ってます ね、 ね。あいろんな人たちがいろんな形で紹介していただいてるんですね。そうや。いやこのかぐや姫の竹取物語は日本最古の物語ですのでね、うん、これすごいんですよ、ね、で一般的にはその五人のかぐや姫、美しいかぐや姫なので5人の貴公子がやってきてかぐや姫に求婚するというおとぎ話と皆さんおっしゃっておられるんですけど、おとぎ話ではないんですよ。おとぎ話はおじいさんおばあさんが伝えておられたのを おとぎ話なんですよ、うん、それらをおとぎ話にしてしまってやね。 それらを起承転結というように、うん、日本初の物語であり小説に構成したわけですね、うん、ですから駿河の不死の山も出てくるし、不老不死の薬も出てくるし、うん、月と、地上界、かぐや姫は、月で、罪を犯したので、うん、地上界に降ろされて、そして、竹から生まれ出たわけですね。そうそう。でそれはイエス・キリストの復活であると、うん、いうことが分かったんですよ、うん、だから日本にその青森にもイエス・キリストが来てですね、うん、奥さんもいらっしゃって子供ができてるんですよ、うん、だからイエス・キリストもモーセも日本に来て、うん、お釈迦さんも来て、聞いたことあるな。で日本で勉強してですね、うん、帰っておられるんですね、うん、これは竹内文書に書いてあるんですよ。ああそうか。だからこれは古事記日本書記にはそんなの全部もうね、聖書が日本に奈良時代に来ていたなんていうのは全部もう抹殺されてですね、うんうん、藤原政権の一党一派を築くためにそのなくしたわけです、うんうん、で神話に持っていったんですね、うん、ですから日本の古代の歴史が全てわからなくなってしまったと、うん、いうことですね。これ月の魅力と不思議、うん、だからかつての人たちは月を崇めてですね、うん、この竹取物語の世界に慕っていた時代がこうあったわけですね、うん、でこの竹取物語がまさにこの京田辺にある大隅隼人、現在この隼人前なんかが行われてますけどね、うん、ここは宮中三神楽の発祥地なんですね、うん、そうそう。滝木能もですね、一休さんの滝木村があるんです。ここで三神楽の発祥を行われたんですね。しかし学者の先生方はこんなところには歴史がないと皆さんおっしゃっておられるので、滝木能とか能の発祥は奈良の春日大社のあたりであると言われてるんだけど、うんうん、とんでもない話だ。ここは人間俳優の御事が降臨してですね、うん、生駒長曽根彦の妹と結婚してですね、物の部氏というのが、できたんですよね、うんうん、で物の部は神武天皇も早くこの南山城、肩の京田辺、うんうん、京都府奈良の北部の富というところですね、物部氏の勢力を築いたわけですね。でそれ皆さん歴史から抹殺されてるんです、うん、ですから皆さんそれを知らない。だから私は大和川から北はですね全部物部氏の、まあ、根拠地であってですね、うん、法隆寺イカルガの里ですね、うん、あそこに聖徳太子がいたわけですね。で聖徳太子のいた地下の遺跡を掘ったらですね、左に傾いた筋貝道の旧条理製の、うん、建物が建っていたというと分かったんですね、うんうん、でこれはイスラエルとかシュメールの人たちの思想なんですね、うん、つまり大犬座の思想の角度を崇めるという思想でしてね、で亡くなった人もその角度に葬るというのがですね卑弥呼のやってきた思想でもあり、卑弥呼はそういう角度に葬られていた。だから卑弥呼の邪馬台国は徳之島であるということが、分かったわけです、これは皆さんご存知、ご存知、私の説なんですけどね、これはもう間違いないんじゃないかなというようにまあ思ってるんですけどね。これすごい資料ですね。これ図書館にあるわ。ああそうなんですか、はい、もう私もねもう年いってねもう行動力がこれそれ行動力がないのでね。ああなるほど、もうねずっと残しとる。この月刊京都はね
うん、そうですね、残してますよこれ、月の魅力と不思議、これ、ね、うん、あこれの編集長はここや、えここにいやった おじさん、ここの出身や、京田辺の、このここ草内、山岡の草内、草内にこの編集長いらっしゃる、経営者が今あの経営者はお父さんで、平安女学院の学長や、あそう、うん、何現在の学長さん、じゃあ昔の、今の学長さんなんですか、でその娘がこの、あの何や、これの編集長や、山岡優子、あそう、うん、うわ知らなかったな、うん、白川書院からね有名な本ですね、白川書院になって今度は何、山岡圭一郎って、草内の出身なんですか、その草内っていうのはすごいじゃないですか、そして草内とかこの、あの尺八の奏者もそうでしょ、そうそうそう、あれ誰でしたかね、東村ね、うん、あの博物館のその開館の時にねお世話になったんですけど、誰だったかな、三好玄山さん、そうそう三好玄山、日本の尺八の第一人者でしょ、この京都アラビの草内出身じゃないですか、東村、あ東村か、あもう昔は同じ村だったんですね、ここね、うん、草内村、草内村のね、ここが草内村、そうですね、これがない、ね、あ、うん、あそうなんですか、うん、山岡さん、うん、これがその編集してんの、うわ、いとこは田辺長崎屋のあのあいつは何ていう名前な、へえ、ね、こんなん京田辺の人ご存知ですか、なぜなこまで知らん、知っとらへん、知らんですね、古川さんけちゃんはそこのこの村の人も知らないでしょ、そこまで知らへんね、ねえ、うん、こんなん聞いたことないもんね、うん、だ京田辺というのはこれバカにならんのわけですよ、物述べ氏なんですよ、うんうん、で神武天皇なんか関係ないんですよ、物述べ天皇で物述べ王朝やったわけですよ、うん、それはそれと、だから日本のこの文化ね、文化というよりも古代の最初にここにそういう人たちがやってきた、うん、あできたわけですわね、だからそれをもっと掘り出さないかんわけですけども、でも大学の先生とか行政の人たちはあそんなもん嘘やと、うん、今まで言いつけられてきて、うん、あの袋叩きに追ってたわけですよ、うん、ここは、うん、それはとんでもない話なんですよね、だから須知神社もね以前あったじゃないですか、須知神社は そんなもんあのなかったと言うて、反対のねあの学生が博士論文書いたじゃないですか、あれ嘘ですやんか、なお反対なんかむちゃくちゃなこと言っとるわけですわ、それとねこの間の8月の10日にね、はい、そのこの資料がうちの子に出てきて、これなんですか、読売新聞の、ね、国勢調査、うん、初めての大正の京田辺の役人親族が保管、うん、これやね、住民向け説明文列国と並ぶため初の国勢調査、これ何が書いたんですか、え国勢調査の結果が今年国勢10月に国勢調査あるさかい、 ありますね、うん、何が保管、記録やね、これ何が保管、これ重要なものは何が書いてあるんですか、ちょっとこれ今すぐ見たところ、いやいや私も新聞ね今読んでないんですよ、これね新聞はもう嘘ばっかり書いてあるから、うん、第1回目のね調査でね国勢調査ってどんなもんかっていうのをね、ええ、これあってね、それがこれを PR するためにね、そのドドイツやら佐野さんにしてね、うん、あのそれは豪州温度やらね夏場やからね、ええ、こうやってるわけや、これがあの高野役場はこういうようなビラを出してね、あのオラはねこのこれ、長根節とか佐野沢節とか、ね、これ読売新聞ですね、うん、読売の夜間にね載せてくるよって、これああそうなんですか、うん、これはその第一回目の調査のあの文訳書の資料を私が持った中にねあっては、俺もう最近国勢調査も何かやってはるけど、何か形だけでね、あの住民が何人いるとかね、そこからどんな職業してるとか、親はどこから来たのか、何、ええ、か国勢調査というんじゃなくて個人情報の調査に来てるような感じですね、ほんで税金騙しとらへんかなというのをね、なんか調べるためにね、それをうまく資料をね、なんかこうやっとるんちゃうかなと、
いうように私そんなアホなことばっかり言っとるんですけど、まあ、そういう昔は私らがやってたんですけど、ね、そういう可能性がある。畳やらね、はい、あのそんなんはね、あの、畳の数までね、調査もあって、あの自分はね、ああ、そうなん、その嫁さんが年上やったらね、嫌がった時代は私が現役でやってた、はい、今やったら野球選手は年上やって、それがね誇りになったかな分からんけどね、なんともないけどね、はあ、そんなん国勢調査回ったらね、自分はあの主人より年上やったらね、はい、その後で買うの1000円買うのかなんて言ってね、あの言わはったこともあった。そうですわな。それでもうあの封筒したんやけどね、はい、今はもう何て言うのかな、こんなもん国勢調査でだっとしたことやな。ねえ、あの5年に一遍か知らんけどね、なんかやってはるけどね、もううちもね言うてきとるんやけども、そんなもんね、学生とかね、なんやかんやの調査しよう思うと学生いないんですよ海外行ってたりね、でマンションに帰ってこなかったり、で調べようないんですよ。これねやろう思ったらね、もう半年かかるんですわ。そんなもん1ヶ月ぐらいで調査できない。そんなんで家主さんにね、はあ、そんなもんやれ歌って、そんなもんできひん。個人情報そんな流せへん、ね、流せへん今の時代は、ね、はあ、うん、でしかもその勝手に流せへんし、うん、学生にお願いしてもそんなんも、うん、とにかくある一つのことを伝えるのにですね、うん、2ヶ月かかるんですよ全員に通達するまで。そうやろね、もうそういう社会なんです今も、うんうん、だからもう協力できへんって言ったの、それはもう、うん、もう責任持ってね、それやったら書かん、もう変なもん書くのやったらね、うん、調査しない方がいいんじゃないかなというように言ってるんですけどね、うん、もう今はね、もうほんまに個人情報のね、もうあのそういうようなものには使わないと言ってるんだけど、うん、なんか興味の行政も何しとんのか分からないんですよ、もう筒抜けですよ、ほんまや、もう有利なように使うような時代になってしまったからね、これまたなんですよ。それこれはね、奥田駒沿いでね、はい、あのなんていうか、あの寺田の出身やね。ああ、これをね、何が書いてあるんですか。メイドイン、コウノスって言って、ね、コウノス団地でありますが、コウノス山のこれを取ってね、いただきにって言ってね、出身やからね、はい、このコウノスを取ってね、あの東京で大正の文士のサロンを作って、この芥川の、やら芥川龍之介交流のあった人でね、うん、それが本を書かれたんですか。うん、この本をあの書かれて、その書く前にね、人出版かなんか、そうそうそう、それがね、うん、これ寺田や、あ、綺麗な絵柄ですな、うん、寺田の今いろんな人たちが人出版を出すようになってきたんですね。そうそう、あの出版社がもう経営成り立たんから、これ昭和22年の1月の2日にね、私がこれを本出さる前にね、あの私のこの持った資料だけで、そのコウノスのコウノスのことをね、これに書いてんわ。だからそれで、はい、この方やね、この方、それは寺田やね。これなんか鹿鳴館のような、これ京都の、そうそう、京都のあれか、あのあそこにあるやつかな、丸山公園にある。いやいや、これは自分のこのあのコウノスでお名前取って名付けた、こういうお宅をに住んではったわけ。ああ、レストランやね。あ、レストランをされて、あかんや、出版記念会でやっとんね。で、ああ、でこれはその人が関わった絵柄ですか、今のあれは。これはね、その、あの孫の奥さんが、孫の奥さんが描かれた絵とか、ほんでね、あの何いうか、芥川の出版記念会らミラコでやってね、芥川龍之介といえば、もうすごい人たちが来られてたということですね、うんうん、こんだけの何がね、これ常用にあったんですか、この。いやいや、常用の出身で東京に、東京にいて、それやって関東大震災で、あの関東大震災でそのレストランは潰れてんけどね、はい、関東大震災、この建物がそうやったんですか、うんうん、このでかい建物が。そう、はあ、関東大震災の時にはいろんな人たちが、まあ、建てられた建物とかはこれ全部一瞬のうちにこれなくなったんですね。そうですよ。ああ、その、まあ、すごい話ですね、うん、それね、寺田に奥田っていうのはね、はい、それをキャッチした時に、ね、図書館にいてこんなあの人があの行かはったけどね、寺田の奥田調べてくる言ったらね、そんなもんあのプライバシーでできまへんねんって言って、うん、まあまあ見てたら分かる思ったら、その孫の奥さんがそんな本出してね、学校の先生してたらしいけどね、あ、こういうもんこの夫婦で来てんで、これ、あ、そうなんです、調べてくれ言うてね、この、あ、いろんなも資料用意もうたんね、うん、へ、これでもこれきっちりした本じゃないですか、これ、うん、ISB でも書かれてるから、現像書房からね、これフランス料理、うん、奥田さん、このね、こういう本を書いてね、これが葬式の時に
あのよその鉄管と秋子がね、これ鉄管や、これ秋子や、この葬式まで来てもうて、追悼の歌を10首作ってもうたりして、羽根 でこの本も出されてるんですか。この本をあのメイゾンの本というのは、こちらね、いや私たちあの城南高校のね調べたってて、これ城南高校に歌にあったじゃないですか。そうそうそう、こうの須山の頂き、今も城南高校なくなってしまいましたね。なくなったけどね、潰されました、ほんでね、思い出の高校がなくなりました。こういうようなあの文人がこの寄っとったわけや。あね、だからあの寺田にあのいとこがなんかあのいるようやけどね、あ、谷崎潤一郎やの前を言っとったらしいで、そんなことになってね。そうなんですか。これは、まあ、調べたって、これあのこれとそれからあの宇治田原その何があの木村あの少女言うてね、茨城君っていうのがね、ようあの研究したね、よう資料をこう借りに来たんだけどね、その君の調べでは宇治田原に木村宗八って言うて、あの有名なあの長井家宝の僕と木田の小説の冊子 の、はい、あの日本のパンの会の絵描きやね、はい、絵描きやって、ほんで宇治田にそんな絵描きがいたりね、寺田にこんなあのレストランを経営してるね、いらっしゃる、うん、これここにある本もこれ若冲の本が、今これあの直木賞、これこの間こうで出てるんですか、うんうん、これ若冲さんというのはこれ京田辺の、そう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 、これね、出身の絵描きですね。絵描きが有名な、これ確か以前あの京田辺市京都市会の方で、展示しましたね。若冲屋敷って言うて、あの普賢神が普賢神あって、はい、その若冲でね、でこの虎の絵でしたかね、有名な鶏、鶏でしたかね、虎はあの何やあのただら似たあの人や、虎の絵もありましたね、有名なね、虎はなんかあの川崎リッタンと俺と川崎そうですね食べ回してあの事故店やって、あれは何ちゅうね、あんまり写真は載ってないですね、あまりね、小説のような電気のようなね、いやあの虎の絵はジャイアンツがジャイアンツじゃないわ、阪神戦が有名な時にね、うん、そうそう、あの虎の絵があって、ね、晩年ですかね、あの方は、そうそう、晩年に、うん、あの普賢寺の方にお住まいになられて、あのタタラにタタラでしたかね、うん、で墓もタタラや、墓もあるんですか、うん、でそこで、その私聞くところによると、なんか仕事がないので、うん、米も欲しいので、うん、なんかサラサラっと絵を描いてですね、うん、それを、うん、そうそう描いて、お米をもらってたという話でしょ、いやいや、じゃないの、ね、元はね、その有名な絵描きの書生やって、はい、ただそれ二号さんがね、はい、出たとこへね、その使い走りばかりやってて、ああ、その二号さんと一緒になってね、ああ、タタで来たわけや。だから師匠は怒るよが、だからお前はもう美術界、日本の美術界から破門やって言ってね、ああ、ずっとの名前載ったらいいね。ああ、そうなん、ええ、タタラでね、いつも絵描いて、虎の絵が、もう師匠の絵が有名ですわね。自分も京田辺にたくさんの家にその虎の掛け軸があるんでしょ。そう、それも川崎君と俺と調べて、はい、それで頼んで展示してもうて、はい、ただその絵を描く反応はね、宮巻にね、中村さんって言って、今植木っていうのがあの高木の後継いどんだけどね、はい、中村修太郎さんっていうね、おじがね、村井さんのまあまあちょっと兄貴格の局長がいて、はい、そこへね、金をもらいに来るわけ、その人が中津に来てね、虎の絵を描いてもうてくれと、はい、で掛け軸を描かはるやろ、で描いたらその中村さんのとこへ渡すとかはるわけ、中村さんがそれを届けて、はい、それから金もおて、はい、でそれをこう橋渡しあった、あ、なるほど、中村修太郎さんって、ああ、自分で直接売るんじゃなくて、はやしたね、ああ、自分でそれを生活費に当ててはったわけですよね、当てて、ああ、ほんでその南山城にその虎の絵はたくさんあんねん、ある、あるけどね、自分とこの床の間にかけてはるとこはね、昔の家やからね、雨漏れするわけや、ああ、だからこう汚れたら、汚れるわな、汚れる家もあったらね、またね、もうリアルな虎やからね、そんなとこ かけたら怖いと、奥田氏でも昔は寝てはったわ。だから、かけんとね、
直しはったとこに残ってきれいなの、きれい残ってんの、それは草鉢のそれあんに、草鉢を俺に借りに来たうちはな、奥にしとってやな、ああそうなんですか、あこはあのきれいな、崖塾や、ほんでもう石をかけてあっとこはもうタバコやらね読めたけどね、そんなんはね集めて、ほんで2回目したらね、もうちょっとぐらい残りはある集まるやろうけどね、もうみんなお互いに年でやめてたら、この間何言ってタタラの田中藩って言うて解放しとるやろ家、いやしません、ね、いや解放してる、何を解放されてんですか、いやそこを催しやらにするために、おお、うん、タタラの方で、タタラ、ほんでね、どうして先生と俺とそこで一緒になったのはね、寺田のね村上さんって言うて、息子さんは京都新聞のね村上、言うてね歴史やらやってる人でね、なんとかあんたやったら知ってるかな、あなんか京都市内のあれなんやな、俺続きの宮の今は京都市内の方に行かれてるんだけど、うん、家はこちらにあるというタタラのお家ですね、そうそうそう、同社のすぐ下の、そうそうそう、ああいや知ってます、ます、あの家でそういう催しをやって、はい、やってますね今、はい、音楽会とかね、はい、で私もそこで行ったらその村上さん、京都新聞勤めてた村上さんの何が人娘が、はい、一人語りをする境に、はい、高田綾の台所っていうのを2時間ほど一人語りで語れるわけや、はい、それを見に行ったが初めてはその田中の家に行って、はい、来てくれることで、ああ田中さんとか、そう田中さんや、ただ田中の嫁さんと同じ人ったらこれこのように解放してまんねんと言うてしたったで、そういうようなことをやっとるとこでやってたら何や、それからこの間そんなんはまあ別やけど、この伊藤正夫君っていうのが俺の時で伊藤さん、徳川家康の、はい、知り合いの妖怪も帰るってやつや、うん、徳川家康がここを通って名古屋に帰ったと、はい、宇治原の人来はって、はい、だ田辺の若い歴史家が家康は普遍寺通ってへんって言うて京都で言うとるらしいなってこう言わはんねん、うん、誰やろうなって言ったら、あそら若い子で歴史そのことで取り上げてるやつの、ね、伊藤君かもわからんわ言うて言うてたけどね、いやあれも正確な情報はないでしょ、ない伊能岡山のところに、うん、その家康君の後で一日遅れてきた、そうそうそう、あれ誰でしたかね、穴山梅雪、穴山梅雪さんがその付近で亡くなったんでしょ、あそう伊能岡で、ね、その一日前に家康がここを通ったと言われてるんだけど、うんうん、その事実の根拠的なものがないんですね、まあ、私も探したんですけど、言うてることやけどね、はい、そしたら役場にいた西川君がこう言うわけなんだけどね、あれはひょっとしたら本能寺の変な時にその何人帰るったのと違うかと、家康は京都の、まさかそんなこともないよって言ってたけど、京都へ帰りますか本能寺の時に、いやねえ、そんな茶屋三郎二郎かあれが四条縄手の山で踊るからね、はい、それからもう伊賀やらの何で金やらばらまいて、はい、帰れたと、私はもうダミー説黒幕説よう家康の格好させた説がありますね、聖火町とか聖火町木津のあたりもそこを通ったと、それから天ヶ瀬やらね行く若原さんの説はね天ヶ瀬あるんですか、天ヶ瀬まで通ってね、ああ帰ったってね、天ヶ瀬、ね、ということやったら神林の一族がね手引きして、もう渡ってから宇治の方へ入っていくと、天ヶ瀬ダムやったら淀川宇治川通っていったってことになりますね、いやいやもうこっちから渡るのはこっち渡って、こっから渡っていって渡った渡った天ヶ瀬ダムのところから上がっていった、で東芝田通って木杖出るこれは芝田与太郎さんが書いてるけどねそうなんですか、それは俺あくまでね最近なんて言うねんけど、それはねダミー説いわゆる複数説やね、あそれから本間門のね家康はまあ一直線にね川地峠から私が言うてる箱を通って木が渡ってね、どこを通って木津を通って、いやいや暗がり峠がどう渡ったんですか、暗がり峠が何か言ってるんですか、うん、じゃないの、何を通ってね田辺のね山を下って
普賢寺の山下ってですか、うん、ああ普賢寺のね、それはやっぱり濃厚なんですか。いや私、いや私のこれは、ね、ある人はね、いやここを通ってないと私の信頼できる人はね言うからね、いや謎ですねそれはって言ってたんですよ。あこれは青い目の人間だな。ああいやだからこの草内ね、草内と普賢寺を通って、草内通って宇治原へ抜けてね、うん、そこから伊賀の方へ行ったと、うん、でも伊賀へ行くんだったらね、うん、木津のところを行った方がはるかに早いでしょ。何もここ通らな、こんな遠回りしなくっても、ええ、だから青果町とか木津あたりをまっすぐ昔あの道があったわけですから、今のあの今大きい国道になりましたけど、そやけど沿線にいろいろ、はい、あの何があるさかいね、私の説明はこれまた持って帰って読んでください。もうやっぱりね一番早く帰らないさかい、短距離あの最短距離をね、はい、あの通ったと。ただね私まだそれまだ穴調べてないんですけどね、うん、まあ、ここ通ったんかなと思って、京田辺の史跡探訪に書いたんですけど、ね、でもなぜそんなに早く帰らなきゃならない理由があったんです。それはあのやっぱり自分の、名古屋が帰らない、かんわけですか。狙われてさかいね、なんで誰が狙うんですか。明智が狙うんですか。いやそんな一族が、一族が狙うんですか、うん、その辺の理由が私にはそれ戦国時代の前後がわからないのでね、あのなんで家康がそんな堺におったんでしょ。堺におった家康がなんでね、うん、その京都のところでやね、信長がね、うん、明智に殺された時にすぐなんで帰らなきゃならないのかなという理由が私には分からない、うん、敵は本能寺にあるいうて、うん、明智光秀がやったわけでしょ。自分も次狙われてるかも分からんからね。いやせやけどそんなもん家康ね、当時の家康ねすごい勢力があったんちゃいますの。いやせやけど少人数やからね。でも、ね、ああ少人数やから、少人数やからね。ああそやけどね、私はね家康は 今言うようにあのかなりの力があるわけや、はい、そやけどわらわらな逃げるっていうようなことは家康は将来にしないと思いますね。わけや、ああそれね、あの井戸君はね、あの家康が逃げ帰った道中、逃げ帰った中道をずっと 歩いて逃げ帰った道中タイトルであったさがね、はい、あれは家康のような人がねそんなもん、うん、権力があるのに逃げるなということはね、なるほど、名誉競ってみたい家康ということで、まあ、うん、あんなんは使うべきはないということで私はその一切逃げ帰ったというようなことはね、ああの言うてないね。あなるほど、うん、ここへ来られたんでしょ伊藤さんも。ああ伊藤君その京田辺の道どこやって持って帰って持って帰るって。ああ、うん、そやけどね図書館で見たらね、うん、いつの間にしらねスーッと姿消しとね目合わせらへんので、ね、俺何も もう新しいニュース言うたら思ってんのにね。ああいや あの人ね、我々やったらね、うん、我々やったら人の原稿を書いたりね、うん、発表したりするときにはこれは誰それが研究されたものを私が今発表してるんですよ、うん、ということを、雑誌とかなんか書いても必ず著作権の問題あるから、うん、どっから引いたのかというのがその論文の、うん、権威が出てくるわけですよ、うん、その人一人だけ言うたってでち上げになっちまうから、うん、だからそういうのあまりねそういう論文書かれてないから、うん、まあその辺がちょっとわからないんじゃないかなと思うんですけどね、うん、で図書館でね話しちゃったらね、その聞いてた人がね、はい、その話古く浜やあんたしてたなあって言われるだから今言うようにね、はあ、それそういうようなことあんまり言うてへんさかい何かな、嫌、うん、なんかな、いやね、頻繁に聞いとってんで私ね、うん、最近その日本の歴史ね、うん、で有名になった人、うん、あれは売れてる本はね、うん、でっち上げのことを書くからみんな面白いから読まはるんですよ、まあ、真実のことを書いたらね、うん、面白くないから、うんうん、誰も読まない、うんうん、それが日本の歴史のね過ちなんですよ、うんうんうん、だからとんでもないことを言うわけですよ、うんうん、聖徳太子はいなかったと、うんね、聖徳太子は殺されたと、うん、言った本がベストセラーに近くなるんですね、うんうんうん、そういうことを書かないとみんな読んでくれないんですよ、うん、だから真実の歴史書いた人はね本売れない、うんうん、私そういうふうに思ってるんです。これがねその何がこれはね俺どこやね小林君が司会の小林君がね古くはんこの道がねその感動や抜け道やってどうだこれがこれ写真写ってるじゃないですか。これなんて書いたの。これちょっと字が小さくて読めない。何川集落え徳川家康が通り抜けた感動、うん、京田辺市と どこなんですかこれ場所。これはあの何やねんここからも木津川まで川内峠から一直線や
どこの道なんですか。あの役場の庁舎からずって普賢寺抜ける道あるやな。役場の庁舎から普賢寺抜ける役場の庁舎のすぐ南側の細いところを通って、通ったらあの普賢寺のあこへ出るわな。高度神社、高度の、うん、あの神社、栄神社からじゃないの。新しい道、あの水道道じゃない。もう一つ庁舎の奥のあの慶南岡あご入る前の手前のとこから帰って言ったら、あの村雲の米屋にあごへ出てる。ああ、あります。あの道や、今の慶南の横、速度、うん、あれ昔からあったんですか。この道がそこにあんね。ここがまあ、あれ、あの慶南を作った時にあの速度を作ったんじゃないんですか。昔からあるんですか。あれでも高度の栄神社の行きますやんか。いやいや、途中で、うん、あのそれはあんたが言うように、あの慶南を作った栄神社行くけど、速度を整備したけど、役場の行く道があったんですか。栄神社行く道は昔からあ、ええ、それをこの道もそのそれをした新田の行く道があったんですか。栄神社に出てくる道があるこの上通ってね、そのあの速度はこの下を抜けて普賢寺の速度を行って行く、うん、角っこにこのということは、そこからその、あの今の青谷のところへ、ね、そこからもう草内の渡しまでね、そこから私まで直で行って降りて、うん、まあ、それ言うたはんの、うん、それでまあまあいろんな説があってね、ちょっとでも忙しいさが帰らないなんと、で地元の人が案内して行ったわけですからね、そうですね、忍者やらきょったからね、うん、これがその市会議員の小林君が私に教えてくるわけ。ほんでそれはね、小林君に言うと、俺はいつも盛り上がってますな、この経路は書いとくねんけどね、これあんたに持ってた。いやいやいや、まあ、まあ、私もここまで読んでる間がないんですけど、うん、ああそう、梅雪の伊賀越えの謎、それは私の結論の論や。そうなんですか。で、君のこれはまだコピーさせてもらいますわ、いや私 この辺はね、もうあんまこのね、この当時のね歴史はね、古代の歴史は創造と民族学でいけるんですけど、この当時の歴史は記録で残ってる場合がありますでしょ、うん、あるある。だから家康の書状とかね、がその普賢寺のところで、あの私が無事に、あの名古屋の方に帰ったらこの書状を見せよと、あのお礼を言うからということで、その書状があるということを聞いたわけですよ。そ、私そこの家行ったわけ。世界中にもあるや、あの一山半島にもあるや。世界中にもそんなあるの、あるある、書状が。その書状か知らんけど、書いたもんが、あの言い伝えではね、はあ、第一枚もうたとかね、はあ、あのそういうあるんですか、世界中に。世界中もんです。あのこういうなことから、その一時マラソンに都合とった、家康のないな道やとか言ってね、生活始めた。あちこちはね、しかしそれは私のダミー説、複数説、うん、ばらけていったのか、そしたら。いやいや、本命はここで、生活長は部下あたりが、あの家康になりすまして、なりすまして、いわゆる、なるほど、ダミー説や。忍者やら扱う。あ、忍者、伊賀の忍者もいるから。いるから、そういう。あ、例えば プーチンの同じような、ソビエトのプーチンの同じような人物がたくさんいるというのと一緒で、一緒で、うん、服装着てたら誰も家康のおた人はあらへん、分からへんから、分からへん、ね、面白い話やな、そうやな、そういうダメ説や。それはね、あの何でも俺、あの境内天皇もね、 あんたも俺も今までね書いてたわ、あの続きの宮はね、あの、うん、7つも8つもね、犬かも京田辺にあると、こうちゃと、しかしそんな真実はそない、数あらへん。地元の人はそんなこと言ってないじゃないですか、うん、外部の人がごちゃ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 言ってはるわけ。外部の人言うてること集めたらね、はあ、7、8になるわけや、はあ、それから私もいろんな資料集めて、はい、ここが何かしらって来たけどね、はい、その あのねある何年か前にね、はい、あの青果町の、前にね、あの携帯の時代のね、集落圧が発掘されて、うん、あの京阪 の開発するときに、稲妻北稲川とか、稲妻のあの辺り、ああそうなん、はいはい、あれね、なんとか遺跡がどこか書いたんだけどね、それでね、それからね、それが慶太天皇 の集落跡やということがね、新聞に載ってたからね、ひょっとしたらね、我々言うてんのは、あの職能集団やら、ここは古墳作れ、ここはお酒作れ、ここは埴輪作れとかね、うん、いうような、あの渡来人はじめ、また地元の人たちのこういうあの集落は後で慶太時代にそこでいろんなものを作らしちゃった、はい、後を私らが慶太のもんやさが宮跡やって言うてるけどね、うん、それはあの住んどった集落跡やというように考え方変わって、うん、ただ森先生はあの
絆が高貴で田辺小学校のとこがこう、入れに入り込んであるから、この辺りが靴脱ぎでしょ。いや靴脱ぎ違う違う、田辺東小学校の、ああ東小学校のこの向こう木津川の近くね、うんうん、それはあの松村君が茂君がこの辺りから出土したもんを森先生の家持ってきよったら、携帯時代高い古い森先生はいきなりその車がそこを見張って本にかかってで喋りもしてはった、それから何年か経って頼みきはったけどね、もうそのことは一切言わはらへんかった、うん、辰巳和彦さんは神奈美山の山裾やってこういう説や、うん、みんなそれぞれ違うわけ、うん、川崎立派はあの井の川山やって、うん、これはねみんなその時代の集落は後であってね、本命はやっぱりあの続きの宮戸のあの辺りかもわからんなというように私は思うようになって、うんうん、やけどそれはあの真実は一つしかあらへんねんけども、いろんな人が言うのはそれはあのいわゆるその時代に住んどったね、豪族の村やったん、一族の村やったん、一族の村、ね、そこでいろんなね、あの東京作ら、あのいろんなものが出てきてるわけですよね、酒作らせたり、はい、そういう職の集団のね住んどったとこやろというように考え方して、森先生がもう一番晩年ぐらいに近づいてきた本の中では、若いことに時にことを言うたことにいつまでも信用してもらったら困らないと、あの考え方があるから、それは歴史はどん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 新しくね、うん、繰り返されますからね、そんな書いてはんねん、だからそういうこと書いてはさ、これは森節やなって言うたらね、うん、先生に対して失礼に当たったからね、うん、それは学問もそうかもだから、それが森先生も早く亡くなられましたな、ね、偉大な人やのにね、うん、そうやな、森光一先生の考古学、あ、考古交友録って出てるんですか、うん、これそう文章うまいだからね、食べ物やらね、年間の食べ物みんなその、いや、いろんな本を書いておられますわ、子供なかったしね、桜のもあったけどね、いや森光一先生の晩年の頃にね家に寄せていただいたんですけど、うんうん、なんかもう病気がちやったんでね、もう直接お会いできなくってね、うんうん、ただ森光一先生とのもうその思い出はね、九州の隼人町で隼人サミットが行われたんですよ、うん、その時に私もご一緒させていただいて、うんうん、向こうで竹取物語の講演を、うんした時にね、森光一先生とその前日の夜にね、酒を酌み交わした仲なんです。それは思い出や、はあ、うん、もうそれ以来一回会っただけで、それ以降会ってないんですけど、偉大な先生でしたね、うん、この竹取物語の里も隼人が介在してた、あの人は隼人の研究の第一人者でしょ、うんうん、で隼人のあの盾も平城京の井戸枠から見つかったのを見つけられたも確か森光一先生のグループでしょ、うんうん、でこのシンポジウムもやった後、このシンポジウムもやった後、あこれこれ司会した鈴木先生、あ鈴木先生同志社大学の重治さん、あの方も亡くなられたじゃないですか、えまだや元気なんですか、あそうなんですか、おでへんけどね、はい、それから後日あの森先生のとこで、いやいや森先生があの鈴木先生のとこでいっぱいの思いことで私呼んでくれはって、はい、ほんで3人飲んだ時にまだ焼酎の出始めや、はあ、ほんであのビール飲んでたら、鈴木君あれ飲もうかって言わはって、あれ飲もうかって言わはって、ああへと三人で来はったら博多小城って言ってね、うん、黒いボトルに入ったね九州の焼酎やって、なかなか焼酎もこの焼酎なんて言ったら私ら怖いもんみたいに思ってた、ああそれがそんなんでね、それが私も焼酎の飲み始めや森先生、ああそうなんです、うん、へとあとね今あの高校野球で飛ばなったるけど京都日中 の, あの優勝した時に私のじいさん の, あの弟があの井の川の酒屋やね、はい、それがあの京都日中上げた後延長戦で勝った時の日中の1回目 の, あの何やねあの選手に出させてもうとって、はい、おっさんが、はい、ほんで そのことやら待ってたらその時の優勝旗 の, あのデザインがその森先生のお父さんがしはったっていうの後で分かってね、森光一先生のお父さんがデザイナーかなんかやったんですか、うん、デザインしはってます、あれ東福寺の、うん、裏側にご自宅があったんですよ、うん、 そうやね、これね、でそこに有名なあの古墳があるんですね、うん、よくあの公園の時にその話をされるんで、うん、そこ散歩するんや言ってね、うん、いや偉大な人なんかありました、門脇先生もそうですよ、ね、うんうん、門脇先生もね竹取物語の里はやね、うんうん、ここやと、うん、古代の、あの水仁天皇の妃にかぐや姫がいて、そのお父さんに大続き谷の御子がいると、うん、で山城の江夏姫とか山城の大続きなんとかというのがいるから、うん、まさにここやと、うん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 、で田辺で講演しはって、
帰らはる時に急いではって、はい、ほんで俺はあの例のあの古文書のあの金沢からもうたやつ、はい、あれの、うん、あのことをねあの話しようもてあの、ええ、追いかけていって言ってた、ええ、その話をまたこの時にしましょうこの時にしましょうちょっと急いで待って、エレベーターで乗らはって、ええ、しまんのんと一緒やって、それが最後のお別れやった。あ、うん、門脇さん、いや私その後にね、はい、実は確かその時にねお会いした時に、ええ、私が書いた稲作民族の源流というのをねお渡ししたんですよ、うんうん、でその読んだ後の読後感手紙いただいてね、うんうん、あなたには脱帽ですという手紙いただいた、うん、で脱帽ってなんかわからない、いまだに残してるんですけどね。であとその後取材でかなり調べてないしてるからそれに、そうで取材で行ったらね、先生あの手紙いただいたんですけどその意味がわからないんですと言ったらね、うん、いやあなたは足で歩いて、うん、京都滋賀奈良、うん、で海外も行き、うん、中国も行き朝鮮半島も行き、それからあの民族の方向であるそのバリ島とかスラベシ島も行ってやったからやってん、あそうですか、いや他の学者の先生方がねいつもね私はもうあの学生に言ってるんやと、足で歩いて調べよと、机上の空論で分かんねえと毎回言ってたのはあなたはやったからね、うん、脱帽ですと、その通りよかったんです、うん、あそうですか、東京から書いてるね、そんなもん、どんな人でも名もない人でもね書いてるんだけどね、どうしてなこうもあの任徳天皇と慶太天皇と一緒くらい人ね、そやけどその間に100年からの歴史があるやん、ありますな、それに石同じ、また一緒かも分からんで、分からんけどね、もう一緒くらいにしてるの、だから足で歩かなあかん、足で歩かなあかんね、ほんでまああんたとその門脇先生のつながり足つながりあんね、もう惜しい人亡くなりましたやんか、市会議員 の, あの小林くんね、小林清里、はい、あるいはあの関西大学であの網星全教さんと、あ網星さんと、あのいや私も実は網星さんとね、網星さんにはね博物館学芸員の資格を取った時に教えていただいたんですよ、うんうんうん、あの人は関西大学の頃にね、うん、毎年そのインドの祇園精舎行って発掘してるという話だった、うん、それでもう尽きたんですよ、うん、博物館学園の講義は、うんうん、あの人も偉大な人やったんですよ、そうだ、あの高松塚の発見やもな、高松塚古墳の発見、うん、あれで田辺読んだが小林君が呼ぶって、ああそうなんですか、私は阿保先生とはあんまり交流がなかった、はい、だけどこの犬飼さんはね万葉の犬飼さんね、はいはい、国文学やからね、はい、この先生とは手紙も、ああ、ね、よくあの大和のところでね、そうそう万葉集をローローとこう歌っているのがテレビに出たりしてたじゃないですか、あの人はねバーってやってて、ね、はい、続きの宮はどこにあっても構わへんね、どうしたらあの小池集落のあの辺でね漏洩してはったらええね、あ, そういう人、あの人はそう考古学とは関係ない、関係ない歴史とは関係ない、文学ですからね、そうそう、この辺りやというのでいいという、ええ、ほんで古川さんこの宮真白の右岸もね左岸、もね、大切にしてくださいやつ言うてね、あの岩藩のがねその万葉の古籍を遺跡を大切にせえということを言う、大事ですわね、うん、そやからあんまり考古学の名は深いこと言うてはらへん、でも私ね最近あの万葉集がね、うん、実は日本語ではなかったと、うん、あそれはいろいろね、ヘブライ語とかね、そういうところから来た人もたくさんいたから、うん、翻訳できないのを勝手に日本の学者が類推してね、うん、翻訳してるから、うん、我々の学んでるあの万葉集の翻訳はかなり間違いが多いという話を聞くんです、うん、そんなそういうこと万葉集もねいろいろ言わはるもんね、いろいろ言うんですよ、だから枕言葉はいまだに、枕言葉で今まだわからないでしょ、うん、だからあれ訳さなければ本当の意味は違ってるんじゃないかなというのは最近言い出してきてますね、うん、万葉の学者でもいろいろこうまた新しいもの出てるけども、吉田先生も今日で書いてはんねんけど書かれてますね、吉田説は万葉学者あんまり吉田で言うとないな、いやね、私吉田先生ね、いやこじつけもあるみたいな、吉田先生ね地名研究会でね、うん、会長されてて、私たちもね2人ね、うん、理事でね、うん、常任理事で、うん、あの立ち上げたじゃないですか、あんたあの、ね、うん、ところがその後まあいろんなことがあって、うん、我々はもう遠ざかるようになってしまったんだけど、そうそうそう、あの先生の分厚い本たくさん出しておられるでしょ、うん、私読むんですけど、うん、私の頭ではね、うん、あの文章理解できないんですよ、うん、ほらもうあんまり読んでへんけどな、わからない、そんだけ何書いてんのか、
あの先生はまあこういったねすごいほんまかいなと思うよね。すごいそれにこう飛びついてこう言わはるわな。語源学でしょ、うん、言語学、語源学はどのこの言うてこう書いてはるわけですよ。その基礎ができてないから何にも理解できないんですよ、うん、高木のことでもね、あと歌いますな、そこ受けたらこう言わはるからほんまかいなとこ思わなめまして、だから我々のもう分野とは違う、もう奥の研究を発表されてるから、なかなか我々にはね、分からないということが多いんでね。